闇に溶け込み呼応する3つの船をコンセプトに、白、橙、黄色、藍の3つのカラーをテーマカラーに持つ、高級観覧船が、就航します。5月に始まる岐阜長良川の鵜飼からご利用いただけますので、ぜひ、皆さん、至福のひとときをお過ごしください。コロナ禍で落ち込んだ乗船客数を何とか回復させたいという思いがございます。多くの方に見ていただくことで、持続可能な鵜飼観覧船事業というものが成り立っていくと考えまして、多種多様なですね、観覧ニーズにお応えしていくために、こういった高級船の導入ということを検討しました。高級観覧船は定員を従来の半分にしております。ゆったりとした空間でお過ごしいただけるとともにですね、間接照明の優しい光、これは調光によって鵜飼観覧の時は暗く、またお食事をとっていただく時は明るく鵜飼をご覧いただけます。また両側にベンチシートを配置しておりまして、また西日を遮る遮光カーテン、そういったさまざまな工夫がされております。テーブルについてもですね、食事の時のレイアウト、また、船中、で食事は取らず、食後にご乗船いただく方の、レイアウトといったものがお選びいただけるような作りになっております。特別感を味わっていただけるさまざまな演出を考えておりまして、鵜飼につきましても特別な運用ということで、高級観覧船ならではのさまざまな特典がついてまいります。より快適なひとときがお過ごしいただけると思います。